アホ、逃げるぞその服を神引っ張る何をするお前の妹たちが捕まったらどうすんだよ早く来い私に指図する気か愛苦しいなお前は何てのお前 <laughs> 気持ち悪い <laughs> こいつの心の中一回覗きてよ <laughs> その鉄仮面の裏にはどんな感情が渦巻いてんのその場を黒木さんに任せ二人はパトリシアさんを探し走りましたなんか思念伝達みたいなことできないのテレパシー的な こちらは宿題を忘れたラのクラスメイトですえ、これいる <laughs> どうせあいつらだろもうあいつらのトーク内容バカすぎるもん。ちゅ、宿題忘れたからってひでえ話だよな。つべこべ言うの、草を引け。なに、草むしり罰でやらされてんの今時そんな昭和の学校みたいなことあるんだね。おちぼひろいも、五百円玉を拾っていると思えば楽しいですよ。お前ほんと頭悪いな。<laughs> おちぼが五百円玉と同じ価値なわけねえだろうが。私なんかもう九千五百円だぞ。何を買おう。そんなに虫ってねえじゃねえか、もう数学苦手な俺にそんな問題出すなよ。何本抜いたんだ合併に決まってんだろ。九千五百円の合併ってんやねん。あと一万倍しても買えないかもしれませんよ。おい待て、九千五百の一万倍っていくつだいちいち数学の難問出すなよ。先端試験やってねえのよ、こっち。さあか今日に限ってなんで野良は休みなんだよ。なんで巻き添え食らわせようとしてんだよ。 <laughs> てめえが宿題忘れたのがいけねえんだろうが。どうせ田中ちゃんは善人だから宿題忘れてないけど手伝ってくれてんだろうな。信ぶちは知らん。あいつ、ガキの宿題見るくせにてめえの宿題絶対忘れてっから、完璧草むしり要因だと思ってたのによ。欠席かよ。いい子やな、主人公は。<laughs> でもちょっとバカだな。この国の未来を憂うには、僕らはまだ若すぎます。こんにちは、放送委員の竹下です。あ、なるほどね。ここで時系列があそこになるのか。<laughs> ちょっと時系列がたまにごっちゃになるよね。別視点だと。あ竹下 なんで竹下くんそんな有名なの <laughs> <laughs> みんな知っとるやん。あいつ最近、落語始めたらしいぜ。あ、始めてそう。<laughs> 放送委員って、ま、あ偏見だけど、落語家とか、アナウンサー目指してそうだもんね。マルチタレントにでもなる期間たったったった。にゃにゃにゃ。急げ、猫。時系列合わなくねえ。<laughs> 放送なってからその現場に言わせんの合わなくねえか <laughs> たったったった猫んだよ、うんこされたらたまんねえぜ。掃除の邪魔だ。あ、確かにうぜえわ。<laughs> 実家の庭、草むしり単位俺だったけど、近くに猫屋敷あったせいで、めちゃくちゃ猫のうんこも拾わされてたまたま じゃなかったわ。にゃ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 。いっちゃいましたね。何だったんわああの女、私の九千五百円をふんでいった <laughs> 頭の中お花畑だな。<laughs> ただの落ち葉なのよ、それは。金を大事ににしねえやつは地獄に落ちるぜ。あ、それは皇族に言えるかもね。金なんてものをそもそも知らねえからな。いや、落ち葉ですけどね。てめえが五百円玉と同じ価値つってたんだろうが。<laughs> <laughs> なんでそこでマジレスすんだよ。急に突き放すのやめろ。なって、お前たち、少し聞いてもいいか。ああ戻ってきたぞ。人の掃除場所をよくも荒らしてくれたな。いや、気の強い女同士の戦いだよ、これ。怖いな、見るの。大して荒らされてないのに強気に出るのやめよう。なんで田中ちゃん最近キャラ変わったの <laughs> 急に標準語喋るやん今までの敬語どこ行ったんだよやめましょうよとかいうキャラだったじゃん私の妹たちを見なかったか金髪だお前も金髪じゃねえかその妹だっててんだよ <laughs> <laughs> てめえさては国語苦手だろ人探しということか見つければ草むしりをしなくて済むパターンじゃねえかなんで宿題忘れたやつがやんねえんだよそれ罰ってこと考えろそんな御社は出ませんってもしかしてお前らは知ってるのか いや<にゃ>待っていろ。ビッチに連絡する。学園で起きてることなら、だいたいビッチが知っている。このゲームにもビッチキャラいいのかよ。<laughs> プライマルハーツの道がよげるな。なんで学園のビッチキャラって、情報通っていうキャラ付けになってんのビッチとはなんだ仲間の名前かあい、アラか私だ。この学園に金髪は何人いるあいつがビッチかよ <laughs>。まあ確かにやらせてくれそうだけどさ <laughs>。 えーざっくりですけど、10人くらいですかね。あ、意外と多いな。あ、そんなにいるんだ。まあ、それ、イダミリわかるか。<laughs> あんな髪色であんな髪型のやつがいいんだから、金髪ぐらい珍しくねえよな。今年の入学で一人見ましたけど、あ、ちなみに天然はいませんよ。全員染めてます。だろうな。<laughs> 天然の子はもうちょっと偏差値高い学校に行くわ。偏見だけど。あ、ちなみにパトはあ、地毛。え、じゃあそっちの子はあ、ジゲなんだ。なんでそこマッチングしてんの <laughs> しかもパト呼びだし <laughs>。 めちゃくちゃ仲良くなっとる。すいません、ジゲの子二人増えました。待て、お前今どこにいるあ、いいよいいよ、のべちな。そういうとこ気づいていこう。いざと違って国語力高そうだな、お前。知らねえお姉様再会できたんだ。<laughs> なんで女子コイス人だ、お前らは。身を隠していたってことかな。お前たちよかった。無事で。にゃなんだどういう状況だ感動の対面ということでしょうか。おいつまで天井を映してんだよ。<laughs> 左下でなんか口っべってんな。いや よかったよかった。アイコ終わって帰ってきたらさ、はぐれちゃったって聞いて。かくまってもらってたの。アスって言って、すっごいいい人なんだよ。さっきお前、人見知り発動してたじゃん。<laughs> 何認識改めたのいいね、ユーラシアとアスハラの絡み。しかもアス呼び出し。チャンネル登録。